はい、どうも、こんにちは。えー、カイキングです。えー、今日は、ちょっと、皆さんに、ちょっと、報告がありまして、えー、この動画を回し始めました。まず、カイキングさんの T シャツは、ハゲてません、T シャツです。まあ、そうですね。まあ、ハゲの話からするんですよ。まあ、これ今、T シャツの紹介したけど。実は、今年の3月か、2月ぐらいから、まあ、ずっとちょっと坊主してて、まあ、この理由はずっと、なんか、まあ、クンさんが、 まあ第、第3回 CR カップか、の時に、ま、最下位になっちゃって、まあ、それをま、慰める、という意味合いで、まあ、俺が頭を丸めてを謝罪するっていう、まあ、謝罪というものが、カイキングイコール謝罪っていうものが、まあ、できたんですけど、そこで。まあ、実は、ちょっと違くて、これちょっと言うの悩むし、結構、ちょっと重い話だからあれだけど、実は、カイキングさん、前から、ちょっと病気で、 ちょっとその副作用を隠すために頭を丸めて言いました。嘘です。だけど、実際に本当に病気になりました <laughs>。はい、すいません、嘘です。それはないんですけど、なんだっけおーいはい、体調方針。体、体調方針かオッケー。そう。<laughs> ちょっと、ごめんなさいね。そう、病気の名前が、ちょっと体調方針っていう、ちょっと病気になりました。今回。えっとね、原因から話していくと <laughs>、 原因が出していくと、ストレス。ストレスと、あと、まあ、ストレスにあ、と、なんかいろいろお酒とか飲んだりとかした後の免疫力低下。とか、かなあとそれぐらいなんだけど。まあ、多分一つ目のストレスは、別にニートだから、まあ、自由奔放猫みたいに暮らしてるから、多分なくて、おそらく、まあ、酒による免疫力低下が原因だと思う。 だと思います。たぶんお酒のせいですね。おそらく。まあ、どういう病気かっていうと、水ぼうそう知ってんじゃん水ぼうそうって子供の時、知ってんじゃんってっ <laughs> 失礼だ。知らない人もいるかもしれないからまあそう。だから水ぼうそうに似たウイルスで、なんかこんな感じで、まあ見てくれたらわかるんだけど、ここ、ここと、ここと、ここ、背中になってんだけど、こんな感じで、だからすごい水ぼうそうに似てって、なんか水ぶくれみたいな、感じの、 ウイルスになります。なんか初期症状はすごくなんか虫に刺されたみたいに似てて、俺も最初虫にただ刺されただけだろうなーって思って、放置してたらどん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 広がっていいって、で、まあ、最初はあんま痛くないんだけど、まあ徐々に痒くなって痛くなる病気です。まあ今俺、なんだっけ、痛み止め飲んでるから、今普通に喋るし、まあな、痛い痛いとか何も言わないけど、痛み止め飲まなかったらちょっと痛いくらいまでちょっと俺は、 放置しすぎました。というか俺病院行くのが怖くてさ <laughs>。え、病院めちゃくちゃ怖いじゃん病院普通に行けるやつすごいなって思ってさ、俺ほんと病院怖くて、それでちょっと、渋ってたらちょっと悪化しちゃって、ちょっと痛み止め飲まないと、痛い痛いになっちゃうぐらいになっちゃいました。えー、そうですね。えっと、原因は酒飲み配信で、あと何喋ったっけあ,あ、そうそう。だから、そうそうなんですよ。そう。原因が酒なんで、まあ、お医者さんにも言われたんだけど、 えっと、ドクターストップで酒飲み配信ができなくなりました。一週間ほど。一 <laughs> 週間から二週間できなくなりました。えっと、なので、えー、代わりに、えっと、お茶飲み配信をします。酒の代わりに。どうしても酒飲み配信みたいに、ああアんぱパーアぱパみたいな感じで、暴れまくる配信みたいにはならないんですけど、まあ、代わりに、まあ、お茶飲み配信。まあ、 ま、あ深夜帯に、ま、あ落ち着きながらお茶を飲んで、ま、あ世の中の、ま、あ政治情勢とか、ま、あ世の中の断りま、あ心理について、喋る配信を、ま、あ一週間ほど、ま、あ酒飲み配信の代わりにやるんで、よかったら、それもま、あ楽しいと思うんで、よかったら見に来てください。<coughs> そんなこんなんかなもうちょっと喋りたいけど <laughs>。動画の広告たくさんつけたいから、もうちょっと喋りたいけどね。なんかあるかな お体の病気。ま、こんな感じでまたなんかラジオ動画とか喋ることがあったらこんな感じでラジオ動画とか撮ろうかなと思うけどよかったら見たかったらなんかコメントとかであと高評価とかしてくれたら嬉しいです。ということで今回の動画はカイキングが頭を丸めた本当の真相についてでした。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆さんもね、これ何だっけ対象方針だっけ名前忘れちゃったら気をつけてください。 あ、あとね、この病気ね、感染するらしいんですよね。<laughs> この病気ね、感染するらしくて、この動画見た人にはね、か無条件にかかっちゃうらしくて。<laughs> っていうのは嘘で。なんかこの病気はね、なんかね、水ぼうそうになったことが、ない人に感染するらしい。<laughs> まあ、水ぼうそうになったことがあったらかからん。らしいです。ということで、以上です。<laughs> 以上です。よかったらもうこんな感じでまたざっくりまったり喋ってる動画撮るんで、よかったら。 高評価チャンネル登録なんかコメントよろしくお願いします。ありがとう。見てくれてバイバイ。